話しかけんな、うぜ。何があった？てめえと放課後かかずり合ってた連中ばかりじゃねえか。神戸のやつはわかる。後ろの間抜け女といい、委員長といい、ざけんな。答えろ。てめえが関わってることは明白だろうが。うわっ！てめえ。お別れは言いたかった。すごく楽しかった。全部嘘だったんじゃないかってくらい。言えないけど、小太郎にとっての嘘が本当で、本当は嘘なんだ。話したいけど、小太郎は違うから。小太郎が私たちとルチアも表面上そんなの見せなかったけど、なんとなく悲しそうにしてた。やっぱり言いに来ない方が良かったのかもしれない。さよならだ。Thank you.
みんないないと寂しいですね。なんです、いきなり。いや、今日は寝坊してしまいまして。バカってなんです、会うなりいきなり。バカだわ。普通はそんな軽率なことはしない。だって学校来るのは普通じゃないですか。普通じゃない時に普通の行動を取るのはバカだって言っているの。安全確保できてるし。はい。最近千早の使い方が分かってきたわ。体の良い繰り返し使えるスケープゴート。だって本当によっぽどじゃないと心配いらないもの。この子付き人だっているし。なんか褒められてるのかバカにされてるのか困るんですけど。両方ね。ま、ちょうどよかったかしら。天の自己太郎、命が惜しい。分かってるでしょ、あんなのまた来たら死ぬわよ、お前。念のため言っておくわ、私じゃない。違います。そのあたりは私も調査中。言えるわけがない。首を突っ込むと怪我だけじゃ済まないのは、あの場にいたお前なら承知済みのはずよ。で、今日の朝がどうなるかと思ったんだけど、相手方が思ったより慎重。でも奇襲が来るかもしれない。そういう時最も安全なのはどこ？簡単、奇襲が通用しない環境。そりゃあボディーガードとかそういうのがいるところかしら。じゃあうちにいればいいんですよ。タクヤもいますし。まあいいね、そう言おうとは思ってたけど。いいの、それで。はい。じゃあそうしましょう。はい、決定。ってどういうことです？天の自己太郎が大鳥千早宅で大鳥昨夜に守られつつ、四六時中大鳥千早と一緒に過ごすってこと。へえ。あ、いえ、やっぱりそれはダメなんじゃないですか。よかったわね、大好きな小太郎くんが一緒の家で暮らすことになって。誰が！狙われないわけがない。いい、絶対におとなしくしてることよ。向こうにしてみたらお前は重要参考人。
他で尻尾つかめなきゃお前の尻尾をつかみに来るわね。その点に関して私たちはお前の側、保護という名目で束縛はしても危害を加えるつもりはないわ。どうかしらね。ややこしくなってきたわ。いつも通りでいいんじゃないです？いつも通りです。いつも通りがいいと思うんです。なんです？知ってます？今秋ですし何も関係ないと思うんですけど。準備？ありますよ。昨夜の使えばいいじゃないですか。買ってくればいいんじゃないです？もちろん小太郎持ちです。結構荷物ありますね。1週間くらいじゃないです？だってわからないじゃないですか。下手したらずっと危ないです。です。はっ、じゃあ行きます。先に行っちゃいますよ。
遅いです。む、重そうだから持ってってあげようかと思いましたけど、やめます。嫌です。小太郎の荷物です。仕方ないですね。ですね。なんでですか。私は人に食べ物せびったりしません。なんですかその言い方は。おいしいですけど。何なんですかその態度は。まあ私もポテコ食べて喉乾いたし出しますけど。おや千早さん、お帰りでしたか。ただいまです。ええ、ところで玄関に汚い荷物が捨ててあったので早速ゴミ収集業者を手配しておきました。はい、そうでしたか。それは失礼いたしました。どう見ても千早さんに関係あるものとは思えませんでしたので。ところでなぜ与太郎君はあのようなものをお持ちですか。は、小太郎をうちでかくまうことになりました。なぜそのようなことに。茜さんの命令なんですよ。なるほど、そうですか。では早速庭の犬小屋の作成に当たりましょう。作るのめんどくさいですし空き部屋でいいですよ。千早さん、ひょっとしてしばらくこの与太郎くんを室内で飼うのですか。そうなりますね。そうですか。いえいえ、ではご案内しましょう。あなたの部屋は突き当たりの右の部屋です。まあ客人用の部屋ですからそれほど不自由もないとは思いますが。ちなみにこの角を左に一歩でも踏み込めば命はないものとお考えください。この正面の部屋が私が使用させていただいている部屋です。こっそり行こうとしても私は30メートル先に糸くずが落ちた気配でも察知できますのでご安心を。またご入浴の際は必ず一番風呂を千早さんに。あなたは必ず最後に。
食事は一緒に取ることを許可しましょう。夜は速やかにご就寝願います。間違っても自室で着替え中、風呂場でドッキリや、夜に屋根の上でお話や、朝起こしに行ってハプニングなどのイベントがあるかもなどと期待しないようにお願いします。ではこちらです。はしゃいでますね。いや、だからそうしに来たんじゃないです？どうでもいいですが、汚した時の賠償金の用意はあるんでしょうか？ひとまず暴れて物を壊すなどということがないように。私の部屋と同じのがいいんじゃないです？そのようですね。家具もすべて耐久に優れたものに変えておく必要があるやもしれません。しかし、何二人して同じポーズで考えてるんです？与太郎くん、ちょっと来てください。全然違いますね。つまり小太郎から幸せが逃げていったってことですね。さすがは千早さん、うまいことをおっしゃいますね。などと茶化したい事態ですが、あなたはこの腕を書き換えましたね。なんですそれ？与太郎君はそういう力を持っているようです。ええ、初めて出会った時からそんな気がしていました。それで小太郎は大丈夫なんです？それは本人の自覚がなければどうですか？どうやらここが大丈夫ではないようです。小太郎のそれはまあ前からですし。 なんでですか？
んですけど。小太郎だって似たようなもんじゃないですか。お二人が険悪なのは大変結構なのですが、話を進めてよろしいでしょうか。誰と誰がですか。実に険悪で結構ですね。です。見果てぬ夢ですね。要するに与太郎くんが人間じゃなくなるかもしれないということですね。比喩じゃありませんよ、カナ。そんな状態で自分の体に気を配らないのですから、さすが与太郎くんといったところです。ひとまず現状ではバランスが悪いでしょう。左手も同様にしてみましょう。そうですね、危険ではあります。ですがこれから魔物たちを相手にするつもりならば、片手のみで戦う方がよほど危険かと。あなたのことだ。これからあの森にでも行って、さらに真相の追求を続けるつもりじゃないですか。あなたに真相を知らせないのは、知らない方がいいからですよ。茜お嬢様の優しさが垣間見える貴重な場面ではありますが、おとなしくここで保護されているべきです。ここの安全は私が保証します。世の中には絶望するしかない回答も存在するものですよ。あなた一人では何も変えることができない。なるほど、驚いた。やめた方がいい。驚いたのはあなたが2つの力のホルダーだという点にですよ。その件、美しいですが、ただそれだけです。試してみますか。私を切り伏せてみてください。心配いりません。全力で来てもらっても。あ、ちょっと待ってください。千早さん、小太郎くんには体で知ってもらった方が早いかと。
太郎が怪我しますから。室内で十分ですね。結構な勢いで倒しましたが、怪我はないようですね。結構です。いや、壊さないでくださいね。そんな剣など何の役にも立たないということを見せてあげているんですよ。というわけです。別にその剣がどれだけ切れるかなどとは特に問題ではないのです。小太郎、弱いですね。やれやれ。というわけです。魔物は野生の猛獣と同じですよ。不意打ちをかけてくることもあれば、集団で戦略的に襲いかかってくることもある。ありていに言って、今の小太郎くんに圧倒的に足りないのは戦闘経験です。今のままではそのあたりの雑魚が 3,4 匹襲いかかってきてもあっさり殺されるでしょう。小太郎、おとなしくしてた方がいいですって。わかりましたね。あなたは保護されているべき立場なのです。聞いてますか？答えられることなら答えましょう。私は千早さんのお付きのナイトです。ではおとなしくなさることをお勧めしますよ。照れてません。失礼、汚れが気にかかったもので。いえ、たまたま聞き捨てならない単語がちらほらと耳に入ってきたもので。千早さん、別に私がこういったことをしているのはただ迷惑を被りたくないからです。特に個人的な感情などは差し含めておりません。そうですか？ええ、では。
のすごく久しぶりに昨夜に否定された気がします。やっぱり嫌われてる気もしてきました。で、小太郎？おとなしくしてられないんですか？とりあえず怪我ないですか？包帯巻いてあげます。よくあるじゃないですか、スポーツ選手が怪我したところに巻くやつ。あれだと思ってください。お守りみたいなもんです。お守りです。はい。私でいいって何ですか。確かに答えられませんけど、答えていいのかわからないですけど、とりあえず普通の人じゃないみたいです。違います。はい。私の先輩っていうか上の人っていうか。そんな感じです。多分私たちの敵側です。多分どっちにもないです。ないと思います。何をです？どうだったんです？多分もういませんよ。ってば。絶対他のところにもよるじゃないですか。それくらい自分で買いますから。
ました。私が一緒に行ってあげます。小太郎が安全なら問題ないんです。私なら咲夜も呼べますし。明暗ですね。じゃあ行きましょう。なんでですか。